私が臨床研修を終える頃に地元仙台で就職を考えて何個か院を見学させていただきました。で、その中で最も明るくて雰囲気が良かったのが笠原歯科院だったんです。で、スタッフが明るい院というのは他にもありましたけれども、患者さんも笑顔でお話をされている様子というのが強く印象に残っています。見学を申し込むときに電話をしたときのスタッフの対応がとても良かったので、スタッフ教育や歯科医の運営についても学べる院なんだなというのが一番選んだ理由となっています。地域のかかりつけ歯科医として一般治療をメインとしながら、ヘルスプロモーションの理念に基づいて乳歯が生え始めたお子さんから高齢の方まで幅広い年齢層の方々の口腔内の悩みを改善しながら、あとは生涯にわたって口腔内の健康を自らコントロールしていこうと患者さん自身に思ってもらえるようになっていただくことを目指しています。十分なカウンセリングを行った上で、インプラントや自費によるホテス治療、ホワイトニングや訪問診療まで多くの方の悩みに対応できる体制を整えています。私がこの歯科医を選んだのは、笠原理事長が掲げている、日本一感動を与える歯科医院ということに、感銘を受け、そして自分もその歯科医の一員として働きたいという、願望があったため、この歯科医院を希望しました。当院はまず一般歯科を中心に行ってはいるんですけども、その先生方によって、例えば、インプラント自費のメインにした先生もいらっしゃいますし、その先生その先生の得意分野に応じた治療法も選択しております。歯科医師の人数も多くて、ユニットを2台設置した専門の研修室があります。定期的に各分野のエキスパートの先生方をお招きして、我々のためだけに実習も含めた勉強会を行っていただけることは非常にありがたいことだと思っています。お招きする先生方というのは、今でも率先して日本国内だけでなくて世界中を飛び回って本当に多くのセミナーや勉強会に参加されている笠原理事長が自ら受講して、我々若手にお勧めしたいなと思った先生方なので、確実に開業医として必要とされるスキルを学べる機会をたくさん作っていただけることも嬉しいです。で、またそうして得られた知識技術を患者さんに対して十分に発揮するためには、その前にどのような関係性を築いておくことが大切なのかということを早い段階で教えていただいて実感できたことも、笠原歯科院で働いて良かった点だと思います。一人の患者さんと長く向き合っていきたい方も、ご自身の開業に向けてスキルや経験を身につけたい方も、一人の人間としての成長を目指している方も、ぜひお互いに刺激をし合って一緒に働けたら嬉しいです。ぜひご検討ください。私がまず思うことは、小さなお子さんからお年寄りの方まで、幅広い年齢層のラインがあることと、あとスタッフ間でしっかり協力して意見意思疎通を取れているので、非常に働きやすいと実感しております。はい、皆さんもぜひ日本一感動を与える歯科医院の一員として一緒に働いてみませんか。よろしくお願いします。我々と一緒に頑張ってみませんか。見学お待ちしております。せーの。
待ってます。